命を捨てるという選択肢がなくなった。29歳から35歳まで双極性障害を抱えていて、強いうつ症状に特に苦しんでいました。何年も病院に通っても、回復のめどが立たずに、どうしたらいいかわかりませんでした。気分がひどく落ち込んで、たまに気分が良くなればまた落ち込む。この繰り返しにとても嫌気がさしていました。この抜け出せないうつ症状に嫌になり、たまに体調がいい日でも、 一日中ベッドにいる生活をしていた時期が長くありました。散歩をした方がいい。きちんと食事をとった方がいい。太陽の光を浴びた方がいい。病院のデイケアに行って人とコミュニケーションとった方がいい。そんなことは頭ではわかっていました。でもどうせまたうつ症状になるだろうと思うとやる気が起きなかったんです。うつ症状を良くするための行動に価値を感じなくなっていたからです。でも、 行動ができない自分に対して強い苛立ちがありました。自己否定と自己暴力を繰り返す日々が続いていきました。当局性障害の悪いところは、たまにとても元気な時期があることです。この時期に先が見えない苦しみに嫌な気持ちを持っていると、すべてを終わらしたい気持ちを持ったまま行動に移しやすくなります。35歳の時に僕は命を捨てる行動をとりました。そう状態だったので、 すごく落ち込んでいる中での行動ではありませんでした。むしろこの行動が正解だと思い込んで、それなりにすがすがしい気持ちがあったんです。自分はこれからなんていいことをするんだろうとさえ思っていたような記憶があります。どんな方法かというのは割愛しますが、実際に行うととても苦しく、頭が破裂そうに痛かったです。結局、強い恐怖に負けて失敗に終わりました。実際のところ、命を捨てる覚悟がなく、 中途半端な行動だったからだと思います。ただ、命を捨てる行動を失敗したことで、自分には生きる選択肢しかないんだな、と気づきました。なので、消去法で生きていくことを選びました。自分を大切にするというありきたりなこと、今の現実をどのように生きるか、と考えたところで途方に暮れました。まず何から始めていいかがわからないんです。この頃は病院の先生を信じることができず、むしろ恐怖を感じていました。 だから自分で何とかしなくちゃという思いが強かったんです。でもどうすればいいかが分かりませんでした。本や YouTube やメンタル系のブログを読んだり見たりしていました。ただこの時はすごく体力が衰えていて、本やブログを読むというのも YouTube を見るというのもしんどかったです。目や頭が疲れるからというのもあったんですが、そもそも座るのがしんどいんです。ベッドに横になってスマホを持つのもしんどい。 途中から腕や背中が痛くなってしまうからです。だから一日少ない時間で情報を集めていました。少し前の僕であればすぐに諦めていたんですが、命を捨てるという選択肢がなくなったので、簡単に諦めることはありませんでした。どうせ現実を生きていくのであれば、少しでも楽になりたいという思いがあったからです。情報をいろいろと集めていき、僕がたどり着いたのは心理学でした。当時は病院の先生が嫌いだったので、 なんとなく日本人の知識を避けました。きっと病院の先生のようなことを言っていると偏見を持っていたからです。結果として海外の心理学者に目を向けました。とは言っても英語は読めないので、日本人の方が本で紹介していたものです。その時に見つけたのがセルフコンパッションでした。自分を大切にするというありきたりなことを書いた本です。でもそれまでは自分を大切にするというのは、 道徳観や倫理ななどののようなものと思っていたんです心理学の考えとして存在していたことに驚きましたしかも海外の著名な心理学者が書いていると聞くと当時の僕はそれだけで正解だと思ってしまってセルフコンパッションやってみようと思ったんです実は他にもセルフコンパッションに興味を持った理由があります当時の僕はベッドで横になることが多かったので音楽を聴くことが多かったんですしかも頭がろくに働かない状態だったので 同じ歌手の同じ歌ばかり聴いていました。その中で僕がとても好きだったのがバンプ・オブ・チキン。特にダイヤモンドが好きでした。ダイヤモンドは簡単にまとめると、見捨てた自分を本当の意味で大切にしてあげるという歌です。このダイヤモンドの歌詞とセルフ・コンパッションはとても似ていました。だからセルフ・コンパッションは自分が求めていたものだと思ったんです。セルフ・コンパッションとは、セルフ・コンパッションとは、 自分を思いやる心理学です。慈悲の心理学とも呼ばれます。アメリカの心理学者、クリスティン・ネフが広めたもので、3つの考えで成り立ちます。1、マインドフルネス。自分の感情や思考に気づき、あるがままを受け入れる。2、共通の人間性の認識。自分は一人ではないという感覚が身につき、孤独感が減る。3、自分への優しさ。 他人ににに優優ししくくすするるように自分にも優しくするセルフコンパッションの効果には不安が軽くなる感情が安定するストレスが減るというものがあります僕が求めていた効果でありとても興味が惹かれました特に興味が惹かれたのが無理にポジティブになる必要がないということですこの頃は無理にポジティブにならなくちゃいけないと思い込んでいました同時に 無理にポジティブになるというのは自己否定なのではとも感じておりとてもネガティブな印象も持っていました実際に有害なポジティブさという間違ったポジティブ思考があります僕から見ると楽しく生きている人は無理にポジティブになろうとしているのではなく単にポジティブでいるだけに見えていたからですポジティブというのは意識的にするものではなくもっと無意識に近いものなんじゃないかと疑問に持っていましたでも 当時読んでいた自己啓発本の影響で、僕はポジティブなことを言う、ネガティブなことを言わない、みたいな考え方が正解で、自分が間違っているとも思っていたんです。無理にポジティブになる必要がなく、あるがままの自分を大切にできるというセルフコンパッションの考えは、自分が求めているものに近いと感じました。セルフコンパッションに気をしようと思った理由、当時の僕は驚くほど体力がありませんでした。 セルフコンンパッションの内容をてて行うなんん。できませんそもそも買ったセルフコンパッションの本を最後まで読むだけでも1週間2週間はかかってしまいます正直最後まで読める自信はなく読めたとしても行動に移すのが2週間後というのは当時の僕にはかなり避けたいことでしたお医者さんを信じられなくなったようにセルフコンパッションもまた本当に僕に合うかどうかが分からなかったからですだから早くセルフコンパッションを試したかったんです その中で興味を持ったのがセルフコンパッション日記でした。日記を書くことはメンタルにいいという話を聞いたことがあったのも理由の一つです。でも正直、効果にそれほど期待はしていませんでした。何かのきっかけになればいいなというぐらいの軽い気持ちでした。セルフコンパッション日記の5つの手順。セルフコンパッション日記はやり方を一言でまとめると、自分を思いやる日記を書くことです。 僕はセルフコンパッション日記を次のような手順で行っていました。1、リラックスできる時間帯に書く。2、嫌なことや自分を責めた出来事を書く。3、その時の考えや感じたことを書く。4、自分を大切な人に置き換えて共感する。5、自分に対して優しい気持ちで返事を書く。大切な人と言っていますが、自分が優しい気持ちを持てる人であれば誰でも OK です。 セルフコンパッション日記を書くときは、セルフコンパッションの3つの要素を意識することが大切です。1. マインドフルネス。自分の思考や感情に気づく。2. 共通の人間性の認識。自分ではなく人としての悩みとして共感する。3. 自分への優しさ。自分に対して優しい気持ちを持ってコミュニケーションをする。セルフコンパッション日記には、 認知療法のダブルスタンダード法と同じ仕組みがあるため、認知の歪みを改善する効果もあります。セルフコンパッション日記を始めて、1、2週間で変化が生まれた。僕は知ったその日の夜からセルフコンパッション日記を始めました。本当にこんなことで効果があるのかなと疑う気持ちはありました。しかも、最初はどのように書けばいいかもいまいちわかりませんでした。優しい言葉っってて、だろうと思って とりあえず大丈夫だよ、みたいな言葉しか書けませんでした。例えば、朝の散歩ができなかった場合をセルフコンパッション日記で書いた場合、最初は、今日は朝散歩ができなかった。でも、明日できれば大丈夫、みたいな感じで書いていました。こんなのでいいのかな、と思いながら、とりあえず続けていきました。数分で終わるし、他にやることもないので、1ヶ月は続けてみようと思っていました。セルフコンパッション日記を続けていくと、少しずつ、 優しい言葉という意味が分かってきました。各内容に大きな変化が生まれたんです。例えば先ほどの朝散歩ができなかった場合であれば、今日は朝散歩ができなかった。だけど朝からだるくて、そもそも外出するというのもろくにしていないのに、いきなり朝散歩はしんどいよね。だけど朝散歩をして体や心を回復させたいっていう気持ちはあるよね。でもいきなり朝散歩は難しいかもしれないから、まずは、 カーテンを開けて朝日を浴びると効果始めていけばいいんじゃない少し慣れてきたら5分だけ散歩をしてみるぐらいから始めてみよう。そうしていけば少しずつ朝散歩ができるようになる。大丈夫。というふうに自分に寄り添うことができるようになってきました。正直なところ、セルフコンパッションに記をするまで、僕は優しさや思いやりというものを分かっていませんでした。しんどかった、やめればいいよというのが優しさだと思っていたんです。 でも自分にしろ他人にしろやりたいという気持ちがあるのであればその行動をできるように応援やサポートをしていく無理しすぎていないかどうか気を配ってみるそうやってきちんと見て寄り添ってあげることでようやく思いやりの行動が取れるんだなと気づきましたセルフコンパッション日記を続けて12週間が経った頃ある変化に気づきました最初はセルフコンパッション日記しかできていない日は今日は日記しかできていないな と思って自分を責めてていいましたたででもその考え方が減っていったんです自分を責める回数が減ったというより自分を責める時間が減っていきました目に見えるところだと行動の変化でした毎朝とりあえずカーテンを開けようと思ってカーテンが開けられるようになりましたそれまではカーテンを開けてどうなるんだろうそんなことでうつ病が治るわけがないどうせまた悪くなると考えて 毎朝カーテンを開けるという簡単なことすらできていなかったんですでも自分がいいと思うのであればやってみようと素直に行動ができるようになっていました実を言うと当時はメンタルが良くなったとは思っていませんでしたメンタルに思い悩むことが減るのでそういえば最近あまり自分を責めていないし悩んでないなと1ヶ月ぐらい経ってふと振り返って気づくからですカーテンを開けたり座ってテレビを見たり 台所を掃除したり、食事を少し多めに食べたり、少しずつ望んでいたことができるようになっていきました。体力があまりないので、できることは少ないんですが、今は体力がないから、それは仕方ないよね、と思えるようにもなっていました。自己否定をする時間が減って、自己暴力による痛みも減り、気持ちが軽やかになっていきました。気づくと、うつ症状に悩まされることが減っていた。セルフコンパッション日記を続けていくうちに、 いつの間にか頭の中でセルフコンパッションの考えが身についていることに気づきました自分を責めて否定的に考えてしまうときに〇〇さんが同じ立場だったらどのような優しい言葉をかけるかなと考える癖がついていたんですこのセルフコンパッションの自動思考により自分を否定的に考えることが大きく減りました人と話すときのストレスもかなり減りましたコミュニケーションで失敗することや 恥をくくことと、に対する不安が少なくなったのと相手の立場を考える癖がついたことで相手に対するストレスを感じにくくなったからです嫌いな人とコミュニケーションしても10分20分距離を置けば嫌な気持ちを手放しやすくなりました感情の切り替えがとても得意になっていたんですまた自分を否定することがなくなり必要以上に失敗を恐れることがなくなりましたまた、自分を否定することがなくなくり、 必要以上に失敗を恐れることもなくなくりました失敗できるところではしっかり失敗をして失敗にも慣れていこうそんな考え方も出てきました今までは何かを失敗したら恥をかいてしまう自分はダメだいけないことだと思っていたのですがそんなことはないなと考えられるようになったからです恥をかくというのも自分が感じているだけであってそれが大切なことであれば改善すればいいし それほど重要でないことであれば恥を感じる必要もないそうなるとどうして恥を感じるんだろうと少し面白く感じるようにもなりました自分はダメだという考えについても人間は完璧ではないので失敗することはある大切なのは失敗した後に自分がどう行動するかそう考えることで失敗そのものをダメだ、いけないこととは思わなくなりましたたまに恥をかいたり失敗して嫌な気持ちになったり 自分はダメだなと思ったりすることがあってもそれもまあ人間だからたまにはそういうこともあるだろうと考えられるようになりましたこうして人間だから失敗もあると考えるようになると必要以上に失敗を恐れることがなくなってきましたここで必要以上と言っているのは今ででも必要なだけの恐怖はは感じるることと大切と考えているからです現実的なリスクの分だけは恐怖を感じないとギャンブル的になってしまい大切なものを守ることができません 自己否定が減ってくると、どんな行動もできる、できない、ではなく、少しずつできるようにしていけばいい、と考えられるようになりました。この考えが手に入り、いろいろなチャレンジをしやすくなりました。気づくと、うつ症状に悩まされることが減っていました。朝散歩ができるようになる、読書ができるようになる、人と話せるようになる、外出できるようになる、とできることが増えていくと、うつ症状自体が少なくなります。 それだけではなく、うつ症状ももっと減らして健康的になれるよね、と考えられるようになっていたので、悩むこと自体が減っていきました。むしろ、うつ症状や相状態が出た場合にも、自分と向き合える時間ができた、と思えるようになっていました。変な話ですが、うつ症状自体に少しやりがいを感じ始めていたんです。どうやったら自分の症状をもっと減らして、早く回復させることができるかな、と、 自分をどのように育てたらいいかというふうな考え方が芽生えていたんですセルフコンパッション日記を開始して半年でうつ病を克服セルフコンパッション日記を始めて半年が経った頃うつ症状や躁状態で悩まされることがなくなり最初は20錠近くあった薬もコツコツとやめることができましたこの時うつ症状や躁状態が全くなくなったというわけではなかったんですが症状が弱くコントロールがしやすくなっていました なので正直うつ病が治ったという感覚ではなく日常生活が問題なく送れるし毎日が楽しいしまあたまに悲しいこともあるけどそれでもいいよねというぐらいの感覚です僕が「双極性障害うつ病が完治した」と表現せずにうつ病克服やうつ病改善という言い方をするのが多いのはそのためですちなみに正確には双極性障害のそ状態とうつ状態を克服したというところです セルフコンパッションをもとに自分が望むことができるようになっていきました。月に1、2冊しか読めなかった本が1年で100冊以上読めるようになった。文章を書くことが増えてブログを開始し書籍を出版。体力がなく運動は苦手だったけど運動習慣がついてフルマラソンを完走。ランニング大会で入賞ができるようになった。話すことが苦手で緊張もしやすかったけど YouTube や講師としての活動ができるようになった。 人とのコミュニケーションは苦手だったけど、カウンセリングやコーチングの仕事ができるようになった。昔から三日坊主で体力がなく、ネガティブ思考を過ぎた僕にとっては驚きの結果です。現在は40歳ですが、人生で最も心身ともに健康的と思いますし、周りから見てもそう見えると思います。もちろんまだできないことや苦手なことはあります。でも今もなおセルフコンパッションを大切にして、新しいことや自分が望む行動をしています。 もしご興味があればあなたもセルフコンパッション日記を始めてみませんかメンバーシップの方ではもう少し詳しく伝えていきます。セルフコンパッションは自分を大切にするだけと勘違いセルフコンパッション日記から始めた方がいい理由セルフコンパッション日記がうまくいかない時の3つのポイントセルフコンパッション日記の注意点セルフコンパッション日記の効果をさらに高める書き方 セルフフコンンンパッションのリフレクショョのリレクご興味がある方はメンバーシップからご覧ください。今回お伝えしたセルフコンパッション日記の書き方だけでも効果はありますのでご安心ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。